スノーマン・メグロレン、主演月給、海の始まり、番宣の、ポカポカ、ほぼ同期松田玄太とのトークで語った、京都大親友の存在。7月1日スタートの月9ドラマ、海の始まり、で主演を務めるスノーマン・メグロレン27が、同日の昼番組、ポカポカ、共にフジテレビ系においでえン、ジャニーズ JR、現ジュニア時代の思い出話を明かした。 ポカポカに月曜レギュラーとして出演しているトラビスジャパン松田玄太25とは、旧ジャニーズ事務所入所が数ヶ月違いで同期だという目黒それぞれがグループに所属していない時期には先輩のバックで踊ることも多く、松田は目黒の実家にも遊びに行ったことがあると明かした。松田らが先輩のバックダンサーとしてステージ上で華々しく踊る中、ステージ袖を見ると、 メグロが軍手をつけて、下に裏方仕事をしていたこともあったという。これについてメグロは、もう一人、原っていう同期がいるんですけど、ちょっと二人にやってもらいたいことがある。これ、軍手、はめてあそこで紐引っ張ってほしいって、スタッフに言われて、と振り返った。メグロと原は、他の方より、裏方作業がうまくてしばらくその作業をしてました。 紅白歌合戦や普通に音楽番組でも二人で袖で作業をしていたと告白。その上でその悔しさを忘れないために今でもその軍手持ってますと語った。目黒の下積み時代のエピソードトークを受け。あちゃんとの話だ。この話は泣いてしまう軍手まだ持ってるんだ。原くんの名前が出てきたのも嬉しい。 原メグの舞台裏方の作業の話。必ず原くんの話するところも、めめの優しさだね。といった声が X、急殺到した。目黒さんが、ポカポカで名前を出した言は、かつて JR。ないユニット中6のメンバーとして一緒にデビューを夢見ていた原義高さん、28のこと。 宇宙6は2016年11月に結成。目黒ロさんは2019年1月からはスノーマンと兼務することに。しかし、2020年1月にスノーマンが CD デビューすることが決定し、宇宙6を脱退しています。女性誌編集者、宇宙6は2020年10月にメンバーが報じられ、連帯責任としてけじめをつけると報道から数日後に解散に至っている。 宇宙6解散後、原はソロ活動に専念することになり、現在は舞台を中心に活躍。3月上演の舞台、愛称、別称で主演し、10月上演予定の舞台、ゼロ時間へ。でも、主演を務めることが明らかになっている。目黒さんと原さんは同期入所。お互いを大親友だと呼び合うほどの名優です。 子さんファンからは、ハラメグの愛称で親しまれた二人ですが、昨年3月には、ハラメグの地上波での演が実現し、多くのファンが沸騰しました。前室の女性誌編集者、メグロは2023年3月、レギュラー出演していた、アイアム冒険少年、TBSK の4時間 SP で、人気企画の無人島からのサバイバル脱出をする、脱出島に腹と共に挑戦。 メグロがスノーマンとして出2二人がちゃんと会うのは約三年ぶりだったという。番組内では、スノーマンのメンバーとしてデビューを果たしたメグロについて腹が、メグロがスノーマンでデビューしてから、隣にお前がいなくなるのがショックで、三日間実家出れなくて、と当時の心境を告白。さらに、羨ましくも悔しくも思うし。あんまり見れなかったんだよね、メグロがテレビに出てても。 だけど、なんであいつのことを正面から俺は応援できないんだろうとか思って、そんな自分が嫌で、と大親友の目黒に、おめでとう、と言えなかった苦しい胸の内をながらに明かしていた。一方の目黒も、ずっと腹と一緒にやってきてたし、どっちにスノーマンと宇宙6でもデビューする気で、どっちも本気でやってた。でも実際にそれ、 宇宙シックスでのデビューを成し遂げることができなくて、めちゃくちゃ悔しくて。でも自分の一生に一手を考えなくちゃいけないっていうところもあって、と、自分だけがデビューする後ろめたさと葛藤をとろした。その上で目黒は、その時に自分の中で誓ったことがあって、原に対してできることは全部やろうって決めて、この冒険少年もそうで、原とだったら絶対いけると 優勝、と意気込んでいた。冒険少年で原さんが涙を流した際、目黒さんは軍手を差し出したんです。下積み時代に二人でやっていた裏方仕事、悔しい思いを忘れずにこれからも二人で頑張っていこう、という思いを込めての行ではないでしょうか。全土目黒は2023年7月クールのドラマ、トリリオンゲーム t b s 系で主演を務めたが、 同作には原も桜心子役で出演。地上波の連ドラでも腹めぐの共演が実現し、トリリオンゲームで共演してくれてありがとう。本当に嬉しかった。最高の新名。脱出島からのトリリオンゲームでの腹めぐが見れて超絶嬉しかったです。また何かで、お二人が共演するところを見たいです。冒険少年。 トリリオンゲームでの腹めぐ共演最高でしたこれからも、メメやスノーマンのみんなとの共演楽しみに待ってます。といったコメントが寄せられた。メグロさんと松田さん、そして原さんも含め、お互いの活躍に刺激を受け、日々の仕事に取り組んでいるのではないでしょうか。天然キャラでブレイクした松田さんも、ここ最近はドラマにも引っ張りだこ。4月クールの東京タワー、 テレビ、朝日系に続き、2月5日スタートの、ビリオンかけるスクール、フジテレビ系にもメインキャストとして出演。原さんは舞台中心の活動ですが、松田さんのようにテレビで目にする機会も増えていくかもしれませんよね。前出の女性誌編集者。メグロは、ドラマ、映画、CM にと今や、スタートメント所属のタレントでもトップクラスの活躍を続け、高い人気を誇っている。 しかし、ポカポカで下積み時代が長かったと話したように、旧ジャニーズ事務所を対処しようと考えた時期もあったという。メグロは2021年2月、木村拓也51がパーソナリティを務めるラジオ番組、木村拓也フローサポーティットバイ GYAO。東京に出演。その際に、僕が JR でずっとやってて、あまり表に出るような機会がなくて、 もう JR やめようかなみたいな思いになった時に、スマップのこの瞬間、きっと夢じゃないという曲を聴いてなんか続けてみようって言って続けてみたら今に至るんです、と話していた。一時は対象を考えていた目黒さんや月9ドラマに主演し、さらには月ツ9の救世主になることまで期待されています。まさにシンデレラストーリーといったところですが、 それは、メグロさんの努力と才能によるものですよね。メグロさんの現在の活躍を原さんも心より喜んでいるのではないでしょうか。全道メグロが名前を出すたびに話題を絡めぐの友情。2025年公開予定の劇場版、トリリオンゲームでの再共演にも期待したいが、果たして、冒険少年でのメグロと原の共演にエモい。 親友でもありライバルってすごく素敵ハラメグリベンジしてね。ハラメグ派ほんといつ見ても尊い。といった声が上がった。